SCP-2679。アイテム番号 SCP-2679。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコルフェンスによる 5km の境界線が SCP-2679 の周囲に確立されます。この境界は機動部隊入、後、盲目の時計職人たちによって、私有財産としての保守点検が行われます。現在も進行している SCP-2679 の拡大を阻止する努力が継続されています。新しい SCP-2679-B 実例は定期的に掘り起こされます。確認された変化はすべて記録します。説明 SCP-2679 は、カナダのブリティッシュコロンビア州エクトリアから北西に 45km 離れた場所に位置する、スリーピー、オーク、メドウ墓地の敷地です。SCP-2679-A 実例は、SCP-2679 全域に見られる墓です。1日あたり3機の SCP-2679-A 実例が出現する様子が観測されています。墓石は土壌から上に向かって生えてきます。プロセスには4から12時間かかる。これらの墓石の大きさや形状は様々ですが、それ以外の点では異常ではありません。すべての墓石に、ジャネット、パースロージーネッテ・パースロブ、という名前が刻まれています。各実例の約1から4メートル下部には1体の SCP-2679-B 実例を収めた棺が出現します。SCP-2679-B 実例は様々な生命体の遺体です。今日までに、職員は1000機以上の SCP-2679 実例を観測しています。墓石の出現は SCP-2679 の中心部から拡張し続けています。追加の実例が入るのを防ぐ手段の研究は継続治癒です。ホイ 2679.1 部件による発見。対象 SCP-2679-B12。検査員リチャード、ブレイナー博士。外部検査成人女性、身長 1.62 メートル、体重 45kg。指及び指関節部に擦過傷あり。内部検査典型的な若年成人と一致する生理学。特筆すべき点なし。神経組織の精査結果は、急激な低酸素性低酸素症の発生を示す。研究所データ遺伝子解析でヒト DNA の存在を確認。財団データベースとの一致なし。中期死因は高二酸化炭素致傷と思われる。肉体的外傷の存在は、対象が低酸素症に屈する前に長期間もがいていたことを示す。対象 SCP-2679-B75。検査員リチャード、ブレイナー博士。外部検査成人女性、身長 1.65 メートル、体重 48kg。急性色素欠乏症。前腕、手、爪に深刻な擦過傷あり、末節骨に皮膚裂離。爪下に多数の木片が存在する。内部検査特筆すべき点なし。神経組織は急激な低酸素性低酸素症の発生を示す。研究所データ遺伝子解析でヒト DNA の存在を確認。SCP-2679-B12 とほぼ同一である。財団データベースとの他の一致なし。中期死因は高二酸化炭素致傷と思われる。肉体的外傷、及び棺内部の著しい損傷は、対象が長期間もがいていたことと、自傷行為に及んだ可能性を示唆する。対象 SCP-2679-B129。検査員ジュリア、ブレア博士。SCP-2679-B129 頭骨骨折。外部検査性別の不明確な成人、身長 1.72 メートル、体重 53kg、急性色素欠乏症。対象は体毛、性毛、軟毛、その他、視認可能な生殖器、及び第二次成長を欠いている。対象の身体全体に深刻な擦過傷や皮膚裂離が見られる。前腕に沿っていくつかの裂傷があり、左頭骨を骨折している。両目は摘出されている。内部検査体内に生殖器なし。
外の検査は、軽微ながらも顕著な頭部の異常性を明らかにした。骨盤を元に性別が断定された、女性。神経組織は急激な低酸素性低酸素症の発生を示す。研究所データ遺伝子解析でヒト DNA の存在を確認。余分な X 染色体、XXY、はクラインフェルター症候群の非定型的な発症を示している。SCP-2679-B-75 に禁止。中期死因は抗二酸化炭素致傷。目の損傷は自傷行為のためであることが示唆されている。対象 SCP-2679-B-526。検査員ジュリア、ブレア博士。SCP-2679-B-526、右手、過剰視接骨。外部検査年齢、性別の不明確な人。身長 1.79 メートル、体重 62kg。急性色素欠乏症。対象は体毛、性毛、軟毛、その他、視認可能な生殖器、及び第二次成長を欠いている。奇形の発露として、過剰視接骨と無眼球症、両目、を確認。対象の身体全体に深刻な擦過傷や皮膚裂離が見られる。多数の骨折が、特に上顎骨及び尾骨に沿って存在している。3本の歯、上顎2本、下顎1本、が折れている。内部検査体内に生殖器なし。前頭葉のサイズが優位に減退し、変桃体に急激な過形性が生じている。骨盤を元に性別が断定された、女性。神経組織は急激な低酸素性低酸素症の発生を示す。研究所データ遺伝子解析はヒト DNA からの著しい逸脱を示す。財団データベースとの一致なし。中期窒息死。棺は内部損傷によって崩壊していた。対象は土壌の重みに押しつぶされ、呼吸できなかったと思われる。顔面と顎の損傷は棺の蓋に繰り返し頭突きをしたためであることが示唆されている。対象 SCP-2679-B-985。検査員リチャード、ブレイナー博士。SCP-2679-B-985。上顎、下顎の奇形と過剰派に注目。外部検査に即歩行人型実態。身長 1.95 メートル、体重 89kg。性別、年齢、生殖器の存在は識別できない。急性色素欠乏症であり、体毛を欠いている、性毛その他。下顎、下部上顎の拡大、急性の過剰派重非定型的な歯の形態学、第二指節骨の身長、指やつま先から約5センチメートルの突出、無眼球症、両目、鼻背部の陥没、欠落といった広範な奇形を確認、これらだけに限られない。完全版のリストは添付資料 B-985 参照のこと。対象の身体全体に深刻な擦過傷や皮膚裂離が見られる。腹部に急激な膨張を確認。内部検査へと腸管から約 20kg の土壌を除去。対象の骨格、肺、中枢神経系全体に重大な構造異常が見られる。研究所データ財団データベースとの一致なし。中期窒息死。棺は内部損傷によって崩壊していた。埋葬地の法医学的分析は、対象が低酸素症に屈する前に20分間にわたって自用法に穴を掘り続けていたことを示す。ホイ 2679.2 回収。2014年9月2日、拡大する墓地についての通報が SCP-2679 の発見につながりました。14機の SCP-2679-A 実例と9機の非異常性の墓が発見され、すべて移転のために掘り起こされました。以下の碑文を掘り込んだ墓石が特に注目されました。ジャネット・パースロー、1994-2014。娘であり、姉妹であり、母であり、妻。君は命を落とすにはあまりにも若すぎた。どんな犠牲を払ってでも、君がなすべきことをして、どんな対価を払ってでも、僕らのところへ帰っておいで。発掘した結果、問題の墓は空であることが確認されました。